グリセンティエム1910グリセンティエム1910はイタリアのグリセンティ社が製造、販売した自動拳銃である。本銃は1902年からグリセンティ社で販売された自動拳銃である。設計者はベスルレベリーとされている。1907年までグリセンティ社が生産を行ったが、1908年からは、 ブリクシアと呼ばれる天品日射によるモデルに切り替わっている。ボデオ M1889 の後継として、イタリア軍が1910年に正式採用したため、M1910 の名前を持つが、クリゼンティ M1910 となっていてもブリクシアが支給されたこともあったと思われる。1925年頃まで製造され続けた。 口径は 7.65mm だがオリジナルのボトルネックの 7.65mm グリセンティであり、他の弾丸は使用できない。これは内部機構の問題である。本銃は独特な小取りコイル方式を取り入れており、ハンマーのような形のロッキングブロックが板バネの圧力によりボルトをロックし小取りコイルを行うというものである。つまりバネの圧力を超えるカートリッジは破損の原因と、 なってしまうのである。軍用になってからパワー不足が指摘され、9ト、mm、ルに口径がアップするが弾丸は変わらず、オリジナルの9ト、mm、ルグリセンティを使用した。その頃普及し始めていた高所速の9ト、mm、ルパラベラム弾とサイズ的には同一であったが、間違えて装填すると銃の破損を招くことになった。グリセンティの評判はかんばしくなかったが、 第一次世界大戦が近づきつつあったヨーロッパは不穏な空気に包まれていたため、イタリア軍は本銃をそのまま使用していた。しかし、部品数も多く細かな仕上げを要する本銃は、大戦が始まると生産が間に合わず、イタリア軍は深刻な銃不足に陥った。その窮地を救ったのがピエトロ・ベレッタであり、彼の経営するベレッタ社は、ベレッタ M1915 を開発。 大量生産を成し遂げ一躍国内トップメーカーへと発展した。ベレッタの存在により、グリセンティエム1910は、あたかも失敗作のように扱われ評価は低い。ほぼ同時期に開発されたルガー P08 が1943年まで生産され、第二次世界大戦中にも使用されていることを考えると、国力や生産力の差が影響したことは否めない。 ただし、ルガは、マニュアルセーフティがあったのに対して、本銃は、それがないという設計の違いがあるため、同一条件で比較できない面もある。ショートリコイル、ストライカー方式を用いた独創的な内部機構や、その外観は、日本の14年式拳銃にも影響を与えたと言われている。ありがとうございます。